はい、さーい、龍活中ののりとです。龍活個人企画ということで、久しぶりに一人で動画を回しております。今回の僕の企画はですね、沖縄の琴の種類と調弦ということで、まあこれまで中井智也さんと池間北斗さんとのコラボで琉球奏曲の歴史でしたりとか、琉球奏曲家あるあるでしたりとか、まあそうしたお話をお届けしてまいりましたが、今回はですね、沖縄独特の楽器の特徴でしたり、三線と合わせる際の調弦についてもお話できればと思います。そもそもですね、琴っていう漢字についてどっちが当たってるのってよく言われたりするんですね。これ実は楽器が違っています。でこちらの方はですね、琴字を用いないで音を調節する、まあ、一弦琴とか七弦琴っていう楽器が有名ですけれども、でこちらの方がよく見る13本の弦が張られた琴です。でこれなぜその混同されているかというと、宋という字がですね、常用漢字には使われていないということで、まあ琴っていう漢字が真っ先にこっちが出ちゃうっていう状況になっています。なので実際には楽器が違っているよっていうことを覚えてもらえたらと思います。はい、それでは続いては楽器の種類について紹介したいと思います。はい、ということで、琴はですね、大きく素琴と飾り琴、その2つに分けることができます。まずはこちら、我々が通常よく見るお琴を飾り琴に対して素琴と呼んでおります。こちら桐の木をそのままくり抜いて、琴にしております。そしてこちらが飾り琴、我々は普段長磯と呼んでおりますが、楽器全体に鼈甲や蒔絵、螺鈿といった装飾が施されております。そして琴字もこういった風に華やかな装飾が施されているものが多いです。さらに沖縄では格式のある舞台において長磯で演奏するという慣例が今もなお残っております。中にはひじゃいぐむんといって王家の紋章をあしらった長磯もあったりして、沖縄独自の装飾がなされているのも興味深いところです。長磯の実際の音色は概要欄の演奏動画からよかったら聞いてみてください。はい、それでは続いて琴の調弦について紹介していきたいと思います。まあ、この琉球奏曲というのはですね、歌三線の伴奏楽器として発展していった、まあ、歴史的な背景がありますので、まあ、基本的にはその三線の調弦に合わせて、琴も調弦を変化させるというのが基本的な、まあ、調弦でございます。琴独自の、特徴としましては、その三線の曲によってですね、調弦が細かく変わってくるっていうのが、まあ、この沖縄の琴の特徴かと思いますので、今日はそれを少しご紹介できればと思います。まず最初に、まあ、琉球古典奏曲10曲、まあ、薩摩から渡ってきた曲が10曲ありますが、そちらを弾く時の調弦はこちらです。まあ、こちら琉球奏曲で本調子と呼んでますが、琉球古典音楽を弾く時の本調子と若干違っています。同じ本調子でも琉球古典音楽を演奏する際の本調子、尺の位置が三線の音に合わせて少し高めになるというのが特徴です。続きましてはお琴の調弦で二弦上げというものがあります。ちょっと沖縄っぽくなりました。こちらはですね、花風ですとか昔節系の曲はだいたいこの二弦上げの調弦になります。はい、続いて琴の調弦で本調子四弦上げというものがあります。なんか沖縄らしくなってきました。
調子に言い下げという調弦があるんですけど、こちら八重山の曲に多いんです。これが、大体本調子の調弦になりますが、続いては三線が荷上げした場合の調弦。こちらも琴も荷上げと呼んでおります。荷上げ、逃げ上げ、出家節なんか弾くときに。あと一つ三下げという調弦も一応ありまして、はい、ということで、琴の調弦の種類はざっと今のような感じでした。まあ結構多くて大変っていう思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、意外と、まあ、琴を演奏する人は頭で理解して、その三線の調弦が上がった下がったに合わせて調弦を作っていくっていうことが多いのかなと思います。はい、ということで今回は沖縄の琴の種類と調弦ということで動画をお届けしましたが、まあ、すごいマニアックな内容になったかと思いますが、まあ、少しでもですね、まあ、琉球奏曲沖縄のことに興味を持ってもらえたらと思います。この動画の他にもですね、沖縄のことにまつわる動画をいくつか配信しておりますので、概要欄から見ていただければと思います。それではありがとうございました。